回どうだ、うわ危ない、真っ青よ。本当かどうか知らないけど。さあ来たのか、さあ。パラです。チェロです。パラチェロです。はい、ラグナドやっていきましょう。行きましょうかね。ちょっと今ポロさんが衝撃的なとこを見つけてくれてさ。そうなんですよ、やっぱ慌てたらいけんね。ここにガチャチケ交換がありますね、姫ちゃんのね。ねえ、ショックショック。だからということは次のキャラもあるんかな、実装されたら。あるかもしれないですね。ちょっと指輪貯めとった方がいいかもね。それもありですね。うん、ちょっとそこは肝に銘じて。あとこのね、巻物お交換しちゃった俺、アイテムでしくった。40個も交換できるよ。まあでも40個じゃ足りないからね。まあまあどうせ足りないんだけどね。うん、ちゅうことでガチャをやっていきたいなと思うんですけど、なんで皆さんね、キャラガチャチケットあるんで忘れずに取ってから引きましょうね。そうですね、反面教師ということでね。えで僕らはこれですね、武器掛け軸ガチャチケットと。お、そうですね。これね、あのハード周回が3倍になってるのを俺木曜日くらいに気づいて、うん、もう週の終わりですよ。えそっからね頑張って鬼周回したんですよ、スタミナ石割って、うんうん、なんとかね、まあイベントでももらったけど53枚貯めることができたんで。おすごいですね。これを使ってねチケットのみで今回は対応したいなと思いますよ。まあ、あのコメントでね、どれだけハード周回頑張ったか見ものですねというコメントをいただいてましたので、僕とポールさんがね、じゃあ僕は53枚というか合格かどうか分かんないんですけど、ちょっと引いていきましょうかね。そうですね。まあ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 。おおー、そういうことね、びっくりしたよ。まあまあまあ、かわいいよね。うん、かわいいかわいい。お、いいねいいね。で、20連目と。もうチケットだけもう気が楽。そうね。もう出られたらしょうがないよねで帰れるやん。いいの、でもお宮がないとね。いや、50連したらまあまあ、おでもよう出るな、この掛け軸。凸がはかどりますね。うん、なんか猫たちがやたら体をすりつけてくるんですけど、遊んでほしいんかな。どうしたんでしょうね。ちょっと後で遊んでやるか。おお、よう出るね。出ますね。やばいよ、なんだかんだもう終焉が近づいてきてるよ。早くも早いよね。あら、こんな2個とも出ないとこあるよね。あるある、十分ある。ラグナド、まあね、まあまあまあ、石使おうかなっていう気分になってくるよね、こうなってくると。でも2つあるからね、どっちか欲しい。まあどっちかというと水かな、次のキャラのためにっていうのもあるし。うん、うわー、まあまあキャラが良かっただけに。まあそうですね。どうする。そうか、どうする。10連だけじゃ。おお、石も使わんとさ。そうね、せっかくのコラボやし。そうそう、60連目。わー、出らんか。これはちょっと厳しそうですね。うわー、追いたくなるけど我慢やな。ここはキャラにちょっと届かんのね、うん、やっぱそうね、まだまだ来ますからね。まあ武器はね汎用性があるからね、キャラに、うん、こう偏らず使えるじゃん。うんうん、だから本当は武器の方がいいんだろうけどね。まあ、ここはちょっと涙を飲んで様子を見たいと思いますよ。じゃあポロさん、会社チケット何枚集まってるか皆さんに見せてやりなさい。はい、はい、変わりましたよ。はい、お、ポロさん40枚もあるじゃん。すごいでしょ。おー、まあ僕もポロさんが寝てる間周回してたからね。その後も私頑張りましたよ。そうでしょう。ポロさん感動したでしょう。感動しました、感動しました。そうでしょう。でもね、あれね、ブースト4があるおかげでね、めっちゃ早い終わる。本当にありがたいよね。いやー、もうあれ神アップデートやね、マジで。ということで、じゃあポロさんは何連ですか。まあ私も40連、いや50か。あ、プラス10連でね。え、じゃあ行きましょうか。ポロさんね、武器がさ、もう少ないんだよね。そうなんですよ、ちょっと欲しいとこなんですよね。
おや、これは提灯がありますね。厳しいか、厳しいか、スキップ。うわぁ、嘘SSR も、あ、ほんとね、掛け軸もないね。まあ、20連目、うん、お宮はいただきますよ。父さんはね、持っていく女だからね。え、おお、お宮確定。あ、確定ですね。これはピックアップかな。なんか一説によると、あのガシャドクロのうなり声が長ければ長いほど期待値が高くなるっていうね、噂を耳にしましたけど、お、今回どうだ、うわ、危ない、真っ青よ。本当かどうか知らないけど、さあ来たのか、さあ来ました。え、あ、支えって、あ、よかったやん、持ってなかったんですよ。ああ、よかったね、まさかのピックアップ。いや、これは強い掛け軸。よかったですね、やりました、逆に支え合って難民でしたから。そうね、ポルタン、キュルルン難民が一番やばいと思う。ああ、そうなんですよ、キュルル欲しいですね。さあ、なんだかんだ30連目、ちょっと SSR の掛け軸いただきたいですね。こんね、これは、あ、これは来たんじゃない、これはね、そう、そうなの。そういうこと。じゃあもうこれ最後のチケット。でも楽しませていただきましたね、このチケットで。そうですね。ね、ポルさん、ハード周回の大切さが分かったでしょう。分かりますね。あ、もうこれは、これは。おー。ポルさん、今度からハード周回の時、まあ今度からっていうか、いつもいいよけど、うんうん。声かけしていこう。いや、してるしてる。してる、ポルさん。声かけ。俺がするとき、いつもね、あの、今日からだよって一応伝えてるけど、うん、うーんって言って、ポルさん、なんもせんや。何その言い方。何もせんやんっていう。忙しかったりするんですよ。次、うん、ラストですか。ラストですね。私も身を削って最後の10連。うん、まあ、このさん、武器はね、持ってた方がいいと思うんだよね。そうでしょう、いつもない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 言われてね。うん、お、あ、お、これ期待値高いんじゃないですか。これはもしかして、お、いいよ、今んとこパーフェクト。お、パーフェクト。いや、もうこれは、え、うん、え、最後の最後で何、あらら、あら、ダメでしたね。あ、まあそうですね、約束の、そうですね、50連終わりました。うん、なんか物足りなさを感じてしまうけど、まあまあいいんじゃないですか。うん、そうですね。まあ、今回は最後。最後。欲が出ちゃいましたね。なるほど。流れるようにね、もう息を吐くかのごとくガチャを回していくよね。お。いや、でも。悪くないよ。流れに。お、悪くない、悪くない、悪くない。次こそ。あらららららら。いやいや、悪くなかったんだけどね。まあね。でもこれ以上はちょっと危険かな。まあ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 。うん、ポルさん、ほんと武器出らんよね。なんででしょうね。掛け軸もね、そこそこいいの持ってるんだけどね、ポロさん。私なんかがいい武器持ってもしゃあないみたいなとこなんでしょうかね。うん。ポロさんこそいい武器持って火力を上げた方がいいと思うけど。そうでしょう。うん、まあこれはもうシステムの問題なんでね。あ、そうやけどね。それはみんなそう。はい、ということで、夫婦でゲットできずということで、うん、残念でしたね。ちょっとね、もっと来たかったなということはあるんだけど、まあ、しゃあないね。うん、まあ、もしその水キャラがめちゃくちゃ強くて武器あるとさらに強くなるみたいな時はちょっと追おうか、追いましょうね。うん、はい、では今日はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。